では早速ご紹介したいと思います。まずリボンなんですけども、一番この端のリボンの30センチの、まあ、こう尺を取る形がいいそうです。まあ、大体これぐらいの長さでしょうか。で、まあ、こう取ってまずこのように取ります。で、こうして通した糸は、通したリボンはこう下のように下に箱の下にくぐらせていきます。で、そしてこの一番端っこに出したリボンの上を通り、かけていきます。で、まあ、このように2本にまたがると思います。訂正します。先ほどの使ってたリボンじゃなくて、せっかくなんでこのオーガンジーのリボンを使ってご紹介したいと思います。まずこちらのリボンを30センチぐらい尺を取るように出します。そして箱の中心にリボンを置き、で通していきます。箱の下にこのリボンをくぐらせていきましょう。この時箱の下にくぐらせるリボンは交差なるべくしないようにまっすぐしておくと後々楽だと思います。で、通したリボンは端に出した最初のリボンの上を通るような形でリボンを通ります。で、そうしたリボンは端に出したリボンがあるんですけども、まあこれを、まあ、こっちが、まあこの面が表面だとすると、まあ裏を向けるような形でこのリボンのこの中心を折れてますね。このように折ってるんですけども、折らせたような形になります。このリボンにはもしもそのプリント面があるとしたら、まあ、文字のある方を裏にするような形で奥に流します。で、まあ、こちらのリボンは、まあ、こちらが、まあまあ、プリント面が出ている面の方を手前に流すことにします。そしてこのリボンを箱の下にくぐらせます。はい、この、まあ、束になっている方のリボンがあるんですけども、このリボンを折らしたところの横を取るような形にします。で、ちょうどこの時リボンが切れてしまいました。ちなみにこの 糸っていうかリボンは、オーガジンリボンはそうですね、2メートルのリボンなので、ちょっと、まあ、幅調節しながら使うようにしてみましょう。で、まあ、最初にその裏向けた最初のリボンがあるんですけども、このリボンを、まあ、こちらが裏向いてますね、裏向いてる面を
ュッとこっちに流すことにします。で、裏を向けたままこの4本交差しているリボンの下をくぐらせます。で、まあ、おそらく裏を向けた状態のままでこうくるっと返したので、この面がプリント面に当たると思います。まあ、もしくは表面です。で、この束になっているリボンは、まあ、プリント面が表にくるようにします。なので表、こちらが表面になって、で こちらは逆に裏を向けた状態になります。で、まあ、このリボンは、右手で固定したままこのリボンをキュッと縛ります。縛るとこんな感じに固定することができます。こんな感じに結ぶことになります。あとは、まあ、通常通りリボン結びをするといいと思います。まあ、ちょっとリボンが短くなってしまったので、ちょっといつもよりちょっとリボンの羽の部分はちょっと短めにしてみようと思います。で、こちらをくぐらせて、で、微調整します。で、まあ、この羽になってるリボンと、であと足になってる部分のリボンをそれぞれキュッと、まあ、両手を使って出します。そして、まあ、余ったリボンは、まあ、デザイン上こうちょっとこうくるっとリボンをこうくるくるさせながらこう留めるっていうラッピング方法もあるそうです。